から手や顔、携帯電話等を出さないようお願いいたします。本日は善光寺ユーバーロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。山頂駅までのロープの長さが365メートル、およそ3分で到着いたします。ここ尾道は海と山に囲まれた情緒豊かな町でございます。またお寺の町としても有名で、古くより数多くのお寺がございましたが、時代とともに整理されました現在でも市内中心部25カ寺が小締め張りのコースとなっております。その一つ進行方向左手に見えてまいります。三重の塔は曹洞宗善霊寺の開運塔で、国の重要文化財にも指定され、600年の古い歴史を持っております。まもなくもう一台とすれ違います。進行方向右上より降りてまいります。こちら前方に見えておりますのが尾道の象徴と言われております、善光寺でございます。向かって左手に朱塗りの本堂、右手に龍宮造りの鐘つき堂がございます。まもなく支柱を通過いたします。揺れ出しの方にお気をつけください。進行方向左手に広がります。尾道水道の景観が、尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市というタイトルで、平成27年日本遺産に認定されました。右手の登山道は文学の小道となっております。志賀門や林芙美子など尾道にゆかりのある作家の子を岩に刻んでおります。まもなく山頂駅に到着いたします。揺れを伴いますので足元にお気をつけください。本日は善光寺ユーバーロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。